赤い部分が人の摂子摂子は、異派型の哺乳類中の一番目の歯である。人では摂子と呼び、動物では門歯と呼ぶことが多い。人の場合、前歯を構成する歯である。人や馬のような多くの草食性や雑食性の哺乳類は、この摂子によって食物を噛み切ることに適応している。一方、猫や犬のような肉食性の動物では、摂子が小さく。 噛み切る力は比較的弱く、肉を噛み切るには主に剣士や列肉歯を使う。彼らはこの小さな摂氏を毛づくろいに用いている。象の牙は上額摂氏が変化したものである。ネズミ目の摂氏は生涯成長し続け、物をかじることですり減っていく。人は上下の中摂氏4本、上下の側摂氏4本の計8本の摂氏を持っている。他の霊長類、猫、 馬等は12本の摂氏を持っている。ネズミ目の摂氏は4本である。ウサギ目の動物はかつてネズミ目に含まれると考えられていたが、摂氏を6本持っていることにより識別された。なお、人の摂氏もかつては上下各左右3体あったが、進化の途上で1体が失われた。失われたのは最も近親側の摂氏であると考えられており、 上学中摂氏間の郊外側に稀に放出する、正中過剰派は、その名残であるとされる。現在、最も使われているのは、デンズインサイシビス、インサイザーの訳語として作られた摂氏であるが、この他にもいくつかの名称がある。和明類受賞には、いたしとの記載があり、この名称は、解体新書でも使われている。明治の初期の解剖学の書籍では、 文詞という言葉が出てくるほか、全詞という表記を剣詞特別して、摂詞を示す言葉として使用している。摂詞という言葉が出てくるのは、明治10年頃からである。ABC 本幕に乗り、葉の名称の変遷について、日本史会史学会開始第10巻第1号、日本史会史学会、1983年8月1日、14から15ページ。 一瞬0287から2919、0度1100億715万5372。ありがとうございます。